はい、どうも皆さん、こんにちは。マリノスをこよなく愛する男、シュンです。皆さん、こんにちは。サッカーどこどん愛する男、DJ タムです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は、また上位決戦ですね。名古屋グランパス戦のプレビューの方を行ってまいります。よろしくお願いします。お願いします。それでですね、まず最初にですね、2022年、昨年の横浜 F ・マリノス対名古屋グランパスの成績の方を振り返っていきましょう。昨年ですね、最初にマリノスは、2022年の5月7日に名古屋グランパスをホームに迎えて2対1で勝利を挙げました。この時はですね、エウベルと、アンデルソン・ロペスのゴールで見事逆転勝利と。覚えてます？このエウベルのダイビングヘッド。ああ、それを聞いたらちょっと思い出します。アンデルソン・ロペスはどんな感じですちょっと見てみますか？そして西村でやっていくナイスキーパーでした。ああ、これか。西村。これか。ベジータ。そして西村でやっていくナイスキーパーで押し込んだ。フランクは。ですね。思い出しました。やっぱ西村のシュートからこぼれ球、アンデルソン・ロペスが押し込み、2対1で逆転。で、2022年の10月1日に行われました、トヨタスタジアムでのアウェー戦では、なんと4対0と圧勝。水沼明宏日で太す2ね。点、レオ・セアラ1点の最後にですね、チマがミドルシュートを叩き込むといった形で、2022年は名古屋を圧倒してダブルを収めていたというようなことになりますね。強かった、もう勢いある時でしたもんね、優勝したし、首位の時で。そうですね、首位の時で勢いもありましたし、去年はあんまり簡単に落とすようなことがなかなかなかったですもんね、マリノスは。簡単に勝ち点を落とすようなことがなかったので、しっかりと、勝ち点6をゲットしていたと。で、土曜日ですね、日産スタジアムでのグランパス戦を迎えますが、去年のようにはいかないだろ絶対に行かない。う。なぜ絶な対ら、に行かない。センターフォワードに我らが宿敵、キャスパー・ユンカーがいるからだ。徹底的に調べ上げた。信じるか信じないかは、あなた次第じゃないんだよ。そうですね、ホームでの試合になるんですけれども、マリノスの予想スタメンはこういう布陣を敷かせていただきました。ゴールキーパー一森、右マツケン、畑中、角田、長戸、キーボー、鍋子、エウベル、マルコス、ロペス、水沼っていうところで、注目ポイントとしてはこの右サイドバックとマルコスのところがどうなるのかといったところかなと思っております。山根君ですね、くしくもヴィッセル神戸戦勝利したとはいえ2失点に絡んでしまったので、マスカット監督どうしてくるのかっていうところは見どころですかね。そうですね。山根君がこの試合出てくるってなったら、守備の部分は狙われるかもしれないですし。そうですね、ここまた永井という強力なウィングが山根君に対峙してきますので、もし山根君が出たとしたら、ヴィッセル神戸戦のようにランゲラック、長谷とか野上とかから一発で裏を狙ってくるようなボールが出てくるっていう感じですかね。あとは、グランパスの強い時、イコール外人のセンターフォワードがいるっていう。そうですね、ケネディだっけ。ケネディ、ケネディもそうだし。シュビリツクみたいな、ドーピングで捕まったやつ ね。名古屋っぽいっすよね。強い時に強力なセンターフォワードがいるっていうところは。そうですね、強力なセンターフォワードがいて、ユンカーも調子いいですし、マテウスとの相性も良さそうなので、非常にここは注意したいところではありますが、ニュースではユンカーが体調不良で練習に姿を見せていないというようなあ、報そう道なんが、だ。ありますが、土曜日には間違いなく、そんなことを書いといて出てくるんじゃないかと思っております。情報戦が繰り広げられてるんですね。情報戦が繰り広げられております。で、今季の名古屋グランパスですね、この、ツーボランチが非常に効いているのと、このマテウス、永井、ユンカーっていうところの前からのハメ、前からのプレスっていうところがうまくはまっているっていうところで、守備力が高く、失点も少ないというような状況になっております。マリノス戦はどういうふうにしてくるのかわからないんですけれども、守備時に結構こういう形で、重い5枚とかで、ここですね、ウィングバックの森下とか、内田がこのように引いてきて、稲垣、米本も引いて、マテウス、永井で、こういう形で守ってくる布陣を敷いてくるんですけれども、こういうふうになると基本的に後ろで押し込まれて、自分たちの陣地で押し込まれて、かなり厳しい状況になるのが普通なんですけれども、で体力も削られて、なかなか厳しい状況になるのが
通なんですけども、キャスパーさんがいるので、一発でユンカーに出して収められると。で、ここで時間が作れるので、ユンカーのところで時間を作って、マテウスなり長いなりがどんどん出ていって、うまく、攻撃もできているというような状況みたいですね。レッツの時も見てましたけど、ユンカー、あんまりこう、うまくできてないだけでイライラしてくるんで、ユンカー。そうですね。うん、乗ってる時は守備もすると思いますけど。そうですね、乗ってる時は前から、うん、ユンカーとですね、マテウス、永井が起点となって、こういうふうにはめに来ますよね。この2人が守備範囲広いじゃないですか、米本と稲垣。まあ、ここの攻防も、見ものですよね。前の試合のヴィッセル神戸の山口蛍対鍋子、斎藤美月対キーボーみたいな、2人のこの戦いっていうところは見ものですかね。まあ、そうですね。どちらかというと、ディフェンシブに振った2人で、まあ、無理が効くんでね、この2人は。そうですね、この稲垣や米本っていうところは無理が効きますし、なかなか、裏を取らせない守備がうまいというふうに名古屋は言っておりましたね。こういうボランチの裏だったりとか、センターバックの裏だったりとか、まあ、ここら辺で受けるのが、スペースをうまく埋めて出させないようにするのがうまいというような、情報を得ておりますので、まあ、ここをいかにこの稲垣と米本の間でロペスだったりとかマルコスがこのボランチの脇で受けることができるかっていうのが重要になってきますし、そこでマルコスが受けられないのであれば、こういったこの前のヴィッセル戦みたいに水沼が中に入ってきてこの脇を取ったりとか、そうですね、エウベルがここに入ってきて脇を取ったりとか、まあ、それこそ長友もこの辺によく出てくるじゃないですか。まあ、長田がこの辺に出てきて、ここら辺の脇でボールを受けて、また長田がワンタッチでロペスにつなげてとか、まあ、そういったところが重要になってくると思うんですけれども、どう思いますか？そこのスペースはなんか空いてくるんじゃないですか。あとは、まあ、でも僕、名古屋の今やってるサッカー、でも稲垣と米本のところが本当生命線なんで、まあ、マリノスがポジションで外せれば、マリノスが有利になるとか局面は多いと思います。そうですね、そこをいかにうまく外せるかっていうところが重要になってくるので、まあ、ヴィッセル神戸戦の時のように、前半あまり良くなかったですよね。まあ、あんまり良くなかったですよ。稲垣、ユンカー、結局なんか前からプレスでユンカー行ったのに稲垣やプレビューしたでしょ。いけいけいけってね、ユンカー、稲垣が合図を出してリーダーシップを取って、前からのプレスを始めるっていう感じですよね。まあ、そうですね。あとはもともと長谷川健太監督のやってる、まあ、サッカーって守備が硬いですからね。守備硬いですね。この野上、中谷、藤井はいいセンターバックですもんね。まあ、あとはちゃんと駒として動いてくれる選手を使ってくるイメージなんで。そうですね。長谷川健太監督、手堅いサッカーをしてきますよね。まあ、そうですね。どちらかというと守備的なサッカーで勝ち点を拾ってくるっていうイメージなんですけど。そうですね、守備的なサッカーで勝ち点を拾ってくるというイメージだし、今季はまあ攻撃も調子よく、まあ、2位、今順位も2位というところで、そのユンカーだったりとかマテウス、長いっていうところの活躍が目を見張るものがあるかなと思うのと、ただマリノスだったりとか、まあ、そういったポゼッションをしてくるチームになると結構引いてきますかね。引いてカウンターを狙ってくるのか、それとも前から結構来るのか、どっちだと思います？いや、でも今のグランパスのこの前の3枚は自信持ってやってくるんじゃないですか。そうね、うん、マテウスなんかマリノスのサッカーを知ってるわけだし、ユンカーも今、まあ、出てきたらコンディションいるし、長いもそんな波ないじゃないですか、別に。そうね。だからあとは本当にこの中盤のところでうまくいいポジションで受けられれば。そうですね。どう考えてもスペースは空いてますからね。そうですね、まあ、前から来るとは言っても確実にどこかしらのスペースは空いてきますので、まあ、そこをいかにこのマルコス・ロペスですかね、あのヴィッセル神戸戦も膠着状態というかマリノスのビルドアップがうまくいかなかった時にロペスがうまく落ちてきて、ここで起点となってサイドに展開したりとか、まあ、自分で持ってったりとかっていうところでいい流れを持ってきてくれてましたもんね。今そうやってウィン水沼コートが中入ってきたとか、マリノスの選手も工夫してるんですよ、受け方は。そうですね、受け方は工夫してますし、いつも通り長戸だったりとかもこの辺までいつも上がってくるので、長井はちょっとわからないですけど、マテウスは結構前に行きたい選手じゃないですか。長戸がされて上がってきても多分マテウスそんな引かない感じするんでね。そうですね、マテウスやっぱりプレスバック、たまにサボったりすることとかもあると思うので、まあ、そういったところで長田の豊富な運動量を生かして、まあ、こういうボランチ脇でボールを引き出すっていうところが重要になってくるのかなと思いますし、マルコスも、これ、浜際、稲垣、米本、非常に強いので、まあ、マルコスがそういったところでちょっとイライラしないように、自分のスペースに、持っていってほしいなっていうところはありますよね。まあ、多分、長谷川健太監督のこのサッカーだと、前の3枚を下げてるのは多分攻撃になんないだろう、この布陣だと。
あ、このユンカ、長井、マテウス、うん。守備の時に下がってきたら。ら FC 東京の時はそうだったじゃないですか。そうね。なんか前に強いやつを置いとくみたいな。ああ、ディエゴ・オリベイラ、ダウートンとか。そう、で、まあしっかり守ってみたいな。レアンドルなりしかりで、まあこの本当3枚で、後ろの守備陣がボールを奪ったところで、カウンターを一気に仕掛けるみたいな感じがね。ルヴァンも見たら、あの前節のターレス、ターレスも結構なんか良さそうだ。名古屋のターレス。名古屋のターレス。そうですね、そういった途中交代の選手も注意して。行きたいと思うんですけれども、キーとなるのはこのボランチ2枚と、あとマルコスですかね。明日の試合もマルコスしかり、西村。途中からもし出てくるのであれば西村、運動量豊富です西村もしっかりと走り回って、このボランチ脇で受けて起点となることが重要なのではないかなと思います。明日の注目選手は誰ですか、トム？マリノスですか？はい。まあ、ボランチの主導権争いになっちゃうんじゃないですか、これ、正直もう。いかにそのセカンドボールを拾うかとか、そういうところですかね。セカンドボールもそうですし、稲垣と米本がボールを奪いに来るっていうのが、マリノスがまあポジションする機会が多くなるかなと思うんですけど、はい。そうなった時に、まあ、稲垣、米本がボールを取りに来た時に、どう外せるか、外していけるか、ね。間違いなくマリノスはいつもと同じように、キーパーからこういう形でビルドアップしてきますもんね。ユンカーのところでサボったら、多分そこから角田君とか畑中ビルドアップ始めて、そこに米本とか稲垣が変中途半端なポジションを取り始めたら、多分もうずれてきます。そうですね。ファーストディフェンスも注目して見てみたいかなと思います。どういう形で前からはめに来るのかとか、そういったところもポイントですかね。まあ、稲垣がああやって、もうよそろよそろってやってた、それが重要じゃないですか。そこでファーストディフェンスが切るから、後ろがついてくるみたいな。そうですね。そういったところ、どういうプレスを仕掛けてくるのかっていうところを見ものですし、この森下もいい選手ですよね。いい選手ですね。森下選手は、この前もなんか中まで入ってきますし。めちゃくちゃ走れる選手ですし、すごい情熱的な選手なので、この辺も気をつけたいんですけれども、そうですね。まあ、角田くんとか運べますからね。角田くんも運べますけど、昨年、レッズ戦ですね。ユンカーに3点ぐらい入れられましたかね、アウェーで。あ、ハットトリック。アウェーで、そうですね、ハットトリックされて、この時、その時の多分センターバックが角田と畑中だったので、まあ、その辺の苦手意識とかも、ないといいと思うんですけれども、よくやられる選手には結構マリノスよくやられるイメージがあるので。まあ、前節の守備に関してやられてますからね。前節も完全に大迫に、やられてましたし、ウルキにもやられてたので、まあそうですね、変な時間帯でのミスだったりとか、そういったところを避けたいですね。まあそうですね、あとは、まあ、フリーキック、マテウスがあるんで、怖いですね、それは。マテウスのあのフリーキックは脅威ですし、この前もコーナーキックから決めてましたよね。なので、コーナーキックもマテウスのえげつない、なんか落ちてくるボール、あれでニアに入れられて、そらされて、ゴールとかよく見るんで。いやもう、まあ、それに関しては、まあ、マリノスサポーターも恩恵を受けたんじゃないですか、マテウスのフリーキック。マテウスのフリーキックには恩恵を受けました。あの、三沢、湘南ベルマール戦の三沢のフリーキックはすごかったですね。落ちたボール。怖いっすよね、それに関しては。ブレ玉とかも普通に蹴ってくるので、そこら辺も要注意ですね。ただ、うちもアンデルソン・ロペス、絶好調ですし、マルコスもすごい調子の良さが伺えますので、土曜日の名古屋戦ではしっかり上位決戦を制して、マリノスが勝つことで、もう優勝に一歩またぐっと近づくのではないかと思います。これ頂上決戦ですか？これは頂上ではなかったですね。上位です。まとめると、重要なところは、この稲垣と米本のボランチ2枚に対する鍋子、キーボーのところで潰されないでボールを散らして、このボランチ脇にスペースを作って、このボランチ脇でマルコス、ロペス、水沼しかり、長戸しかりが、このボランチ脇をうまく使って、ボールを受けて、起点となることが大切ですかね。まあ、一番いいのは、多分角田君とか、そこからもうバシッと長戸、ロペス、マルコスみたいなことを縦にいったら面白いです。まあ、こういった形で一発で、バシッと長戸とか、アンデルソン・ロペスにつけて、起点を作ると。別にロングボール入れることが悪くないですからね。ふわっと。そうですね。ロングボール入れることは悪くないので、もう間違いなく、こういうビルドアップしていく中で、ユンカ、長井だったり、米本、稲垣、前からはめに来ますんでね。これを逆手にとって、ここの長戸だったりとか、アンデルソン・ロペス、マルコス、水沼あたりが、この
ボランチとセンターバックの間で、スペースで受けて、起点作って、攻撃のチャンスを作るっていうところが、勝利の鍵となるかなと思いますね。あとは、まあ、絶好調のアンデルソン・ロペス。エウベルがちょっと最近、調子あまり、まあ、調子悪くはないと思うんですけれども、なんか前みたいな爆発的な調子の良さは見られないですよね。まあ、警戒されてるんじゃないですか。警戒されているところもありますし、ぜひですね、前回の名古屋戦でもホームで決めてますので、エウベルまたゴールしてくれることを祈っております。で、アウェーの名古屋戦に関しては水沼に2得点もしてますので、そういったところのいいイメージもまたあるかと思うので、得点してくれることを期待して、大勝を望んでおります。スコア予想です。アンデルソン・ロペス、マルコス、男に志村が決めて3対1で、横浜 F ・マリノスの勝利と予想しております。DJ どうしたでしょう。西村決めすぎないでしょ、この予想で。それだけ私は西村を信頼しているということです。絶対相手に1入るよ。これはお情けで1点入れております。あ、グランパスはロゴ出てます。グランパス、申し訳ございません、ロゴ入れさせていただきました。土曜日ですね、これ上位決戦になっておりますので、しっかり声援を送っていきましょう。キャンプをする人はキャンプをして。私たちはキャンプに行くので、キャンプの地でマリノスの試合を確実に見させていただきます。見ましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。